公暦2010年、神聖ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した。最新兵器ナイトメアフレームの前に敗れた日本は、自由と伝統、権利と誇り、そして名前を失った。11、その数字が新しい日本人の名前となった。7年後、植民地エリア11に一人の反逆者が出現する。仮面の男、ゼロ。彼は日本の解放を唱える黒の騎士団を率い、ブリタニア帝国に反旗を翻した。看護するイレブンたちは、彼の正体がブリタニアの捨てられた王子、ルルーシュであると知らない。ルルーシュには二つの望みがある。母を殺した敵を見つけ出し、復讐を果たすこと。フグの妹ナナリーが安心して暮らせる世界を作ること。そのための武器は、ギアス。いかなる相手も一度だけ命令を下せる絶対遵守の力。望みが叶うなら、彼は世界をも敵に回す。そのためには、親友のクルルギスザクの力が必要だ。ブリタニアの騎士としてゼロの前に立ちふさがるスザクの力が。ゼロ、ここでお前を。人なスザク、捕まえたのはこちらの方だ。ランスロットが動かない。サクラダイトを不活性化するゲフィオンディストーバーだ。これでお互いナイトメアは使えない。話がある、出てきてくれないか。ゼロ、クルルギス族単刀直入に言おう。私の仲間になってほしい。共にブリタニアの支配に抗え。断る。前にも言ったはずだ。間違った方法で手に入れた結果に意味はないって。お前のやり方は間違っている。ならば君が守ろうとしているこの平和も意味がないのか。7年前の日本の降伏は首相を殺した何者かが勝手に決めたことだ。君は多くの日本人に贖罪する必要がある。こちらブリタニア軍シーネ島基地司令部、クルルギスザク少佐、聞こえるか。これよりテロリストに対してアバロンより空爆を行う。クルルギ少佐はその場にゼロを足止めせよ。部下に死を命じるのか。クルルギ、お前は。君のやり方には賛同できない。今自分にできることは。このままではお前も死ぬ。本当にそれでいいのか。スザク、ゼロを離せ。私は聖火会のカレンシュタットフェルトだ。こっちを見ろ。クルルギ少佐、これは無駄死にではないぞ。反逆者ゼロを確実に葬ることができるのだ。貴公の武勲は後々まで語り継がれることになろう。軍人は命令に従わなければならないんだ。はっ、その方が楽だからな。人に従っている方が。お前自身はどうなんだ。違う、これは俺が決めた俺のルールだ。スザク、このままでは本当に死ぬぞ。ルールを破るよりいい。この分からず屋が。その光は浮遊航空艦から放たれたものとは違った。世界が歪むような不思議な光。どれくらいの時間が経ったのかわからない。次に意識を取り戻した時、俺が立っていたのは通信もできないこの森だったわけか。ああ、場所だけじゃない。敵味方関係なく周りから消えた。それどころか潜水艦にいたはずの C2、お前がそばに倒れていた。うん、この大型のナイトメアもそうか。お前が使っていたブライではなく、ブリタニアの機体らしいこいつが転がっていたんだな。おそらく浮遊航空艦から砲撃した機体だろう。肩に特殊な砲が装備されている。しかしこれはどうやら察しがいいな。私たちは式根島とは別の場所に転移した。
これは遺跡の力か、それとも別の場所ならまだいいんだがな。なんだ、何か引っかかるのか。ああ、この森の植物の大半が見たことないものだと思ってな。うん、そうか。ならこいつが必要になるかもしれない。使えそうか。ダメだ、エナジーフィラーが残りわずかだ。第一伝送系までは使えるが、動かすにはエナジーが足りない。次世代技術の実証機ガウェインか。おそらくシュナイゼルあたりが持ち出した機体だろう。うん、センサーが反応している。地形的に見て集落か。2キロほど先に村のようなものがあるな。しかしこの熱反応は何だ。この村燃えているのか。あそこだ、ルルーシュ、火の手が上がっている。確かめる必要があるな。うん、牙の兵士たちか。こいつらが村を蹂躙し火を放ったようだな。推察が当たった。ここは式根島でも公暦2017年でもないようだ。だいぶパターンが絞り込まれたな。ルルシュ、どうやら囲まれたようだぞ。貴様たち、村の者じゃないな。どこから来た。うん、言葉は理解できる。お前たちこそ何者だ。こちらが聞いてるんだ、おとなしく答えろ。こちらの言葉も通じるか。ならば試してみてもいいかもしれん。貴様、我らを見た以上生かしてはおけん。我が身の封印を呪え。どうやらお前たちも同じようだな。力で他者を踏みにじる。ならばその身でも受けてみるといい。何？ヌルーシュビブリタニアが命じる。死ね。ははあ、仰せのままに。隊長がどうして自分の首を。どうやらギアスも通用するようだな。どうした、怒っているのか。俺は冷静だよ。ただ許せないだけだ。さて、では一つ一つ答えてもらうとしよう。ここがどういう世界なのかをな。推察の中でも最悪の結果だな。ここは俺たちがいた世界とは全く別の世界のようだ。大陸の西を支配するアークレックという帝国か。聞いたこともない国だな。ああ、あの式根島で見た砲撃とも違う光、あれが原因なのかもしれん。シーツ、お前は何かわからないのか。少なくともギアス絡みではないな。そうか、ならば現状把握が優先か。今わかっているのはここがアークレックの支配域で、村を襲った奴らは逃亡中のディアナという王女の追跡をしていた。そのディアナとやらはロードと呼ばれる存在の一人で、この世界を創造した神の力のかけらを宿すらしい。ふん、まるでおとぎ話だな。しかし現実だ。奴らは目についたこの村を襲って略奪し、皆殺しにした。村に火をかけたのは、この地域に出現しては村を襲っている気候という怪物の仕業に見せかけるためとも言っていたな。だから許せなかったか。アークレック帝国は偉大な勝者であり、敗者の全てを踏みにじる権利を持つからだと。そんなのはブリタニアと同じだ。力ある者が力なき者を踏みにじって奪うなどと。この地にも虐げられている者がいるか。だからその身で知ってもらっただけだよ、力によって踏みにじられることを。生かして部下にするという手もあっただろうに。ガウェインが使えれば邪魔になるだけだ。戻るぞ。他のナイトメアが転移していればエナジーフィラーが調達できるんだが、どうしたものか。ルルシュ、後ろだ。動くな、気功使い。問いに答えよ。あの村を襲ったのはお前たちか。
そこの気候を使って女子供から年寄りまで皆殺しにしたのか。ディアナ王女か。なぜ私の名前を知っている。俺の名はルルーシュランペルージ。異世界からこの地に来た。異世界から、ならばなおさら。この世界では名乗らず剣を突きつけるのが会話のマナーなのかな。失礼した。我が名はディアナ・アクフェル。神魔霊獣を従えるロードの一人。しかしまだ村に行ったのだろう。ならば見たはずだ。兵士たちの死体を、略奪者の死体を。奴らは俺が殺した。それが答えだ。無礼を許してほしい。やはりあなた方ではないようだ。やはりか。あなたもうすうす気づいていたのでしょう。俺たちが村を襲ったのではないと。はい。それほど気候が脅威だということか。あなたは？私は C2。 なんだお前、面白い力を持っているな。ルルーシュ、ガウェインの熱源センサーが多数の機動兵器らしい物体の接近を捉えたぞ。機動兵器だと？ナイトメアじゃないんだな。隊列を組んでこちらに向かっている。我々の存在を嗅ぎつけてきたのか。気候がすぐに来る。あなた方は早くここから逃げて。気候とは何だ？説明してほしい。気候とはあれよ。説明になってないな。あいつらにギアスは聞くのか。意志のようなものは感じるが、わからんな。こっちに来る。まずいな。ガウェインさえ動けば。これは、ガウェインが起動しただと。エナジーフィラーは空のままなのに。使えそうか、C2。原因はわからないがな。やれそうだぞ、ルルーシュ。この気候が戦える。だったら力を貸して。ディアナ王女。今度は俺が聞きたい。君は力を欲して何をなすつもりだ。私は世界に平和を取り戻したい。みんなが安心して暮らせる世界を取り戻したい。ナナリ。だから私と一緒に戦って。いいだろう。結ぶぞ、その契約。どうしてガウェインが突然動いたのか分かったのか、C2。おそらくディアナの力だ。彼女の片目が赤く光った瞬間、ガウェインが起動した。だから戦闘中、ディアナとその使い魔を観察していた。彼女の話ではロードはアルカナのかけらなる結晶を通して使い魔にマナという魔力を分配しているそうだ。なるほど。それがガウェインにも及んでいるということか。おそらくだがな。ロードの魔力がエナジーの代わりとなってユグドラシルドライブを動かしている。確か村を襲った兵士が言っていたな。ロードとはこの世界を創造した神の力だと。それならば。ありがとう二人とも。もうすぐ私の仲間とも合流できます。ディアナ王女、一つお尋ねしたい。俺たちは元の世界に戻れるのだろうか。わかりません。私自身、ロードになってまだ間もない。知らないことの方が多いのです。使い魔にはこれまでにも異世界からの漂流者がかなり加わってます。彼らもまた自分の世界に戻る道を探してる。私は彼らに約束しました。この命に変えても必ず元の世界に戻すと。可能性がないものに命を懸けるのは愚かなことだと考えるが。この戦いが終わるとき、私のもとにはこの世界の全てのアルカナのかけらが集まっているはずです。それはこの世界を生んだ創世主の力。別の世界への扉を開けられるとすれば、その力以外にありえないでしょう。力を貸してくれますか。やはりまるでおとぎ話だ。確証も確実性もない曖昧な世界だが、だからこそ一縷の望みはある。
腹を決めたのか。ああ、だから俺はゼロとなる。ゼロ？無ということ？そう、異世界からの来訪者である我々が干渉するんだ。この世界に関わるのはゼロという記号の方がいい。俺は元の世界に必ず帰る。そこにはナナリーが、俺の妹が待っている。そのためにはこの異世界の戦争に必ず勝利して生き残る。